です火曜日のコメンテーターは掃除総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんですこのニュースから産経新聞1面からです政府は新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するため首都圏の鉄道会社などを対象に最終電車の繰り上げも視野に入れた対策を検討することが分かりました政府内では人と人との接触機会を最低7割極力8割減らすためには 夜の街から人を減らさなくてはいけないとの考え方が強いといととうここですまあこれ政府高官がそのような要請をすべきだということを言っていて、まあ、菅官房長官は えーまあ、いろいろ検討したいということですが、うん、この件について、まあ、あの今のところ、えー、JR、私鉄各社は、うんまあ、基本通常運行をしております、えーはい、これをまあ終電を繰り上げて、うんえー、夜の街になるべく行かないようにしてもらいたいということのようですけど、うん、吉瀬さんいかかがですかうん結局、このお願いベースに今なっているわけですよね、うん、で強制することはできないわけですよね。はいえー、でただこの多分 世の中どうしてもそのお願いを聞いてくれない人ってのが若干いらっしゃって、うんはい、で多分こ、もうみんなにそれをあのあの参加してもらうためにはやっぱりこの強制手段というものも、えー、どっかで必要になるかもしれない、うん、もちろんそれなしでこのままこの1か月の,あの緊急事態で、えーまあ、あの収束に向かってくれりゃいいかもしれないけれども、うん、どうもあの海外の様子見てるとそれだけじゃ 足りなないいかもしれだったら、えー、あまりやりた気乗りのしない話かもしれないけれども、えー、強制力を持つ法的枠組みの準備というのも、えー、私は始めた方がいいのかなというふうに思いますね、うん、まあこれはもうなんで、えー、と鉄道会社が通常運行しているかというと、うん、減便することによってそこに人が集中しちゃうという。うんうん ただこれもいた,いたちごっこかもしれませんが、うん、終電早くすればじゃあその時間まで飲めるって思っいう <laughs> でも例えばその、あの今営業時間もそれからお酒類を販売する、うん、う店内でこう供する、うん、こういうい時間も早まってますんでどこまで効果があるか分からないしでも吉崎さんおっしゃる通り、うん、いりそれでも夜の間違いって方は確かにいらっしゃいますからね。 えー、それからですね、今日付けの産経新聞の正論、はいえー、国難コロナ禍への経済対策ということで、はいえー、吉瀬さんが正論で。えー これはあのご自宅でお書きになった原稿ということなんですけども <laughs>、はい、この「国丸ジャパン」黄ばみの深読みジャパンでもあの先月、ずいぶん早い,いや2月ぐらいから何か経済対策があるとすればそれは現金なんだってことをもう毎週のように吉瀬さんがおっしゃっています、はいあのまあ、やっぱり定額給付って一番早いんですよね、うんあの。シンガポールで私の知り合いが教えてくれたんですけれども 1>,、はい、1人当たり600シンガポールドルの えーまあ、定額給付、はい、もう受け取りが始まってるんですって<う>えと、アメリカドルじゃなくてシンガポールドルだから、まあ、1人4、5万円なんですけれども、うん、まあ夫婦だったら10万近くになるし、うんえー、どうも外国人はだめらしいんですけれども、うんえー、とにかくもうあの、銀行に振り込まれるんですって、それも、うん、あのどっかに行って、何か証明したりする必要ないんですって。私日本もその方が いいし、ええー、なんかこの三十万円困ってる人にはあげますけど、その困ってることを立証するために。どうするかっていうと、ええー、もう税理士さんに相談するかって。でも、税理士さんって、多分困ってる人は。全然知り合いとかいないと思うんですよね。あの、そんな面倒なことするくらいだったら。本当にあの、二千九年にやった定額給付。ええー、一人。 ごお年寄りと子供が2万円で普通の人は1万2000円あれを5倍して、えー、トータル10兆円規模でできるんだからその方が良かったんじゃないのと、えー、思いますね。うん これはあの国民一人一人ということになるかと思うんです、はい、その際でも,もう自動的に銀行に振り込まれて、はいうん、これあの前回も吉瀬さんおっしゃってましたがあのまあ高所得者の方は来年の確定申告の時にお返しする形になればそれで済むんじゃないかいまあ、ね、一応、今マイナンバー制度もあるんでね。 あのその時になって、いやだ、俺もらったものは返さないなんて人はそんなにいない、うん、それこそお願いベースでも結構戻ってくると思うんですよね、うん、だからあのこんなふうに108兆円の規模あのですって言っておきながら、ドケチとかって今、政権が言われてるわけですから、うん、なんかこれ、やり方おかしいよね。 と思いますね、あとあの保証の問題ですよね、はい、休業保証、えー、これももうあくまでもお願いベースなんで、保証はできませんっていう一点張りなんですけれども、うん、これ、国の方はそう言ってるわけですよね、えー、でただ、あの実際問題として、そのお店やっておられる方にとって、えー、まああの例えば、その社員の、 えー、分は後あ、えー、と何でしたっけ雇用,調整雇用調整助成金が入ってくる、はい、まあそれも随分時間がかかるとか言って、えーまあ、文句言っておられる方もいらっしゃるんですがあの問題はやっぱ固定費ですよ、うん、あの家賃とか、えー、毎月どうしても払わなきゃいけないものがあってそれをそれぐらいなんとか見てやってよっていうふうに,、えー、これは切に思いますよねまあ私の知り合いの飲食業者もやっぱり、えー、家賃を なんとかさあの後に回してくれないかっていうことで今、あの不動産屋さんがそういう仲介で大変になっちゃってるって話も聞きましたけどもこのいわゆる固定費をなんか保証するっていうことでいうとこれね、吉田さんよくわかんないんだけどあの西村経済再生担当大臣が国としての休業保障は考えていません。ただあの 47都道府県、まあ、東京都は受け取れませんけど、うん、受け取ってないぐらいに、うん、まあ一応、潤沢に資金は資金というか財政力が豊かだということで、うん、地方交付金、うん、これも地方交付金も支援という形であるならば、うん、自由にお使いくださいっていう、うん、なんかね、もうそんなぐたぐた制度的なことを言ってるんじゃなくて <laughs> それはお互い役所の問題であろうかというふうに私は思っちゃうんだけど、うん、なんでこうストーンとストレートにいってこっち側の。 安心感ってていうのを増してくれたぶんこれ、財務省が反対してるんだと思うんですよね、うんでまあ、それの理屈も、多分それで不公平ができちゃいかんとかさ、うん、なんか、あれそ,その点の話なんだろうと思うんですけれども、それだと本当に、えー、みんながこれ納得しないですよね、うん、私は常々あの、こういう、まあ、感染症問題みたいな、えー、非常に息の長い問題に対しては、日本全体がなんか、この重心性。 あの縦に深い、重心性を我々が持つことって大事、まあえー、要は粘り腰というかですね、うんえー、ここでダメだったら次はこうするみたいなあのそういう粘り強さみたいなものが必要だと思うんですが、うん、こんなやり方してると本当にもうあの疲弊するばっかりですよね。うんうん まあ各種世論調査を見ていても現在の安倍政権の支持率、うん、あの今、記事でもご紹介した産経新聞でも久しぶりに支持率が不,支持率あ不支持率が支持率を上回ったということですけど、うん、これ支持率うんぬんということはこれでも支持率うんぬんというよりはなんとかしてくれという、うん、訴えですよね,これね、うん。 あの今回あの、緊急経済対策4月7日に出てます、はい、え3月27日に本予算が通った後と、えー、10日ちょっとで、えー、もう出したわけで、うん、そこの早さは立派なんですけれども、ちょっと生に家出ったところもあるのではないのかなと、えー、でただ、まああの、これ、もう閣議決定してますけれども、えー、まだこれから国会を通すわけですから、はいえー、もうちょっと何かこの納得感の増す。うん 形にしてなおかつ早く通してほしいいと思いますすね、はい、次のニュースですソフトバンクグループは今年3月期の連結決算の純損益が7500億円の赤字に転落するという見通しを発表しました赤字は2005年3月期以来15年ぶりで過去最大の赤字額となります出資先企業の不振により投資事業で巨額の損失を計上しましたまた 新型コロナウイルス感染拡大に伴う世界的な株式市場の悪化も影響しました去年3月期の連結決算の純損益は1兆4111億円の黒字でした今年3月期の連結決算では3家のファンドで1兆8000億円の投資損失が生じ営業損益は1兆3500億円の赤字になる見込みです 10兆円規模のこのファンドを手こぎ、先端企業に集中投資する孫正義会長兼社長の戦略は株価の上昇局面では好調に推移してきましたが市場の混乱に伴い構想が揺らぎ始めました。吉田さん今座ってらっしゃる。はい ちょうど真後ろぐらいですね窓の外を経て今、まだほとんども建設終わった建築終わった高層ビルにソフトバンクグループが移転してくるなんて話もあるみたいなんですがえ去年が昨年度が2兆円のまあ経常黒字だったのが今度は7500億円の赤字。このの理由っていうのもまあ それならしょうがないのかなっていう感じですけど、ソフトバンクはもちろんあの携帯電話の会社もあるし、はい、まあいろんなあの事業をやってる会社なんですけれども、その上にのソフトバンクグループというのがあって、そのソフトバンクグループの経営の決算の中身を見ると、なんで一番儲かってるかっていうと、今まではそのビジョンファンドっていう例の10兆円投資。はい えー、あのサウジアラビアの皇太子からドーンとお金を積んでもらって、まあ、それを運用している、えー、そこの収益が一番大きかったんですよね、はい、でそれがまあ、えー、WeWork みたいな、あのーまあ、非常に先端的な事業に投資していて、えーまあ、それの,あの利益が上がってるところが、まあ、評価されてきたわけなんですけれどもでも今どうもそれってうまくいってないぞって。 っっててことになってきたし、えー、しかもまあこの株価はすごい世界的に落ちてるわけですよね、あのアメリカのダウ・サンジ平均でいうと、えー、3万ドルちょっと前まで2月には行って,て、はいて、えー、まあ一旦2万ドル割れて今、2万3000ぐらいで推移してますけど相当、えー、やられてもる、もう全世界の投資家がやられてる。 えそんな中にあって特にこの先端分野へ投資してたソフトバンクがどのくらいやられてるかっていうのはまあ想像に難くないわけで、えー、結構、孫正義さんにとってはえ正念場ですね。 まあ各国政府がコロナ禍が収束した後はまあとは V 字型の急速な景気回復をこう目指すんだということを言っていますがその時期がずれればずれるほどこういう企業あるいは企業グループにとってはどんどんこう痛みが増してくるということですかね。 ただあのこれまた孫正義さんというのは面白い方でこういう生きるか死ぬかみたいな局面を今まで何度も何度もあの乗り越えたからったえ来てこられた方なんで多分今もそう相当アドレナリン出まくってる状態な,なのかなというそういう血まき肉を取っちゃうタイプなんかねあのピンチになると急に元気が出てくるタイプですよねあの方はね。 さあえーまあ、いろんなニュースが飛び交っている中で、はい、今、もしアメリカ大統領選挙があって今までのことをリセットして共和党はトランプさんで。はいはい 民主党はニューヨーク州のクーモさんが候補だったらクーモさん、勝つんじゃないかって言われているぐらいあもちろん批判も当然あるんですけどもそんな話も伝わる中でアメリカ大統領選挙これまあ共和党はトランプさんですけど民主党はバイデンさんに一本化したんだけどどうなんでしょう、このあと集会も開けないし この先どうなるんだで、うん、バイデンさん、もっとメッセージを出した方がいいんじゃないのって話もある中で今日ははそののの辺話いあバイデンさんですね、まあ,あの先週のあの4月8日で、えー、例のあのバーニー・サンダース候補がまあ,あの選挙運動の停止を宣言して、まあ、ここでやっと、まあ、民主党、一本化したんですよね、うん、あの正直言って今みたいな状態だともう予備選挙なんて怖くてやりたくないですよね。はい だから、まあ、どうもサンダースさんも俺がこれ以上の残ったらね、えー、みんながその命がけで投票に行かなきゃいけない。 もうそれはもうちょっといたたまれないみたいな感じで、えー、どうも撤退を宣言しまして、えーでまあ、あのこれでまあほぼバイデンさんで決まりなんですけれども元気ないんですよ、一言で言うとバイデンさんが、うん、であの今どうされてるかっていうと、まあ、ご自宅があのデラウェア州にあのブルーミントンってところにあって、まあ、ご自宅の書斎から、まあ、あのネットで情報発信してるんですけども。 やっぱ77歳という年齢もあるし、うん、いまいち目立たないし、うん、この間なんかあの、えー、とテレビのインタビューを受けてる最中に「555」とかってなんかせき込んじゃって「うん、大丈夫ですか? <laughs>」って真剣になんか聞かれちゃったりして、うん、いやでも確かにこの状態で。 感染なんかしようものなら本当にどうするんだろうみたいな見てて本当に心配になってくるような状態なんですが、うん、ただ、私どっちかというと、えー、バイデンさんにとってはかなり、えー、いい局面もあるかなと思うんですね。どういううい点でしょうあのはっきり言ってですね2020年の大統領選挙って現職対新人ですよね、こういう年というのはたい現職の、まあ、新任投票なわけなんです。 だからもうトランプさんがこれを危機を乗り越えられれば、これは再選ですよ、乗り越えられないとかまあえコロナは収束したけども景気はよくならなかったとかまあ要は何かこのもうどう見ても落ち度があると思われた時にはまあ多分新人がえ勝つんですよね、でその時際にあんまりあのバイデンさんはあの自分をアピールしなくてもいいわけなんです。 あの皆さん、ご察しのとおり私はこんな男でいまいち派手じゃないし退屈かに思われるかもしれないけどでも私、私普通にやりますから普通にね<笑><笑>あのそんなあの毎朝、変なあのツイッターで世間探騒がすようなこともしないし、うん、一応、大統領は大統領らしくでんと座って人の言うこともちゃんと聞くしメディアもそんな分け隔てなく対応しますしっていうそれはもう。 自動的にみんんななわかることなんですよね、うん、だったらあそういうのもいいかなっていうふうに思ってもらえるかもしれないんで、えー、実は結構バイデンさんはいい候補かなと。あの オバマ政権の時に日本では当たり前になっている国民皆保険全ての国民が健康保険に加入できるっていうアメリカではそうではないわけですよね健康保険に加入できていない人は昨日のニュースを聞いたり見たりするとえ検査だけでも何百万も請求されたなんて話とてもじゃないけど怖くて病院に行けないだとすれば死を選ぶしかないのかっていう声が特にニューヨーク州では高まっているでサンダース上院議員はもうこれ絶対皆保険やるべきだ。 ですあのバイデンさんは、まあ、オバマ政権の副大統領ですからそれを推進する側だったんだけどと、うんざしちゃいました、うん、このの辺っってのはどうですかあのやっぱり、えー、医療の問題に注目が集まるのは当然なんですけども、うん、サンダースさんが言っているのはもう革命的な話なんですよね、うん、今あるものを全部廃止して、うん、新しい護保険を作るんだっていう、うん、結構あの大胆なご意見なんです。 でえー、バイデンさんはむしろいやとにかくあの答えを出すのが大事なんで我々、今必要なのは革命じゃないんだと結果を出さなきゃいけないんだっていうふうふに言って,てまて、あ、それはやっぱりあの普通に聞いててあじゃあこの人に任せた方がいいんじゃないのかなっていうあの、まあ、実際、オバマケアっていうのはやっぱり限界があってもともと5000万人ぐらいいた無保険者を えーまあ、なんとか2000万ぐらいまで減らせたんですよね、でそこからまた、皆保険制ま,まではまたすごいく遠いし、お金もかかるんで、えーまあ、おあの大きな、えー、変革をちょっと今、そこまで余裕はないけども、うんまあ、ベターな、うんえー、状態を目指していくと、えー、いうことになっていくかと思いますね。うん、ってことバイデンさんは今のところ、ざして、うん、結果を待った方がいい。 一方のトランプさんからすると、まあ、前からずいろんなツイッターで出していますのトランプさんが、まあ、今、どっちかというとあの戦時大統領ってことになって、うん、むしろあの世論調査見ても支持率上がり気味とかっていうふうふに言われてるんですけどただ、それが、まあ、持続可能か。 って言うと結構分かんなくてマーケット関係者で聞くとみんななんとなくトランプ再選だろうみたいな形で言 <laughs> う人多いんですけれどもいやいやいやそんなことないそんなことないとあの今まで21世紀になってからのアメリカ大統領選挙って全部経験がある人が負けてるんですよね、うん、あの4年前のヒラリーさんが典型ですけど、うん、経験のない人の方が勝ってるわけなんですが2020年って珍しいことに 経験がある人に任せた方がいいんじゃないかっていう、はい、そういうふうにも見えるんであのいろんな意味でバイデンさんはこれついてるなと思ってます CDC でしたっけアメリカ疾病対策センター、はいうん、これはもう WHO なんて目じゃないぐらいものすごい力を持っていて、うん、世界各国に CDC のスタッフを派遣して、うん、いち早く、うん、え感染症というものを見出してその対策をしていって、うん うん、それ引いてはアメリカに感染が広がらないように、うん、ということのようですけどもその CDC の予算も削られたり、うん、えそれから人員もあの本来配置しなきゃいけないところに、うん、まあ中国なんかにもえ上級の方はいないとか、うん、そういうことになってアメリカファーストはいいんだけども、うん、いざという時にそれができなくなっているっていうことも今日の新聞記事に出てましたけど、うん、そうですねあのただ、一点ねあのトランプさんってさすがだなと思うのは、はい あの人はね、やっぱりあの人気には一目置く,置くんですね、うん、あの今、ファウチさんっていう、はいあのア、アメリカの国立アレルギー感染症研究所所長の方、実際、感染症の世界ではもうあのレジェンドみたいな方で、はい、もう79歳で、まあ、トランプさんが言ってることと違うことを、あの隣でぼそぼそと喋ってる感じなんだけど、このファウチさんが今、すごい人気になってて、うん、なんかもう、ヨーダ1000人みたいに。 あの人の言うことを聞いときは間違いない、トランプさんはむちゃくちゃ言うけど、<laughs> ファウチさんは多分、どうも100%正しい、うん、で最近になってそのあの、共和党の,あの,あの右派の人たちからね、ファウチはクビだみたいな声が出てきて、うんえ、でもトランプさんは結局ね、ファウチを守るんですよ、うん、だからあのクオーンもそうなんですけど、うん、こういう時に人気があるやつのことはね、彼は逆らわないんですね。 確かにあのクォンモニューヨーク州知事と火花散らしていたのが、うん、あのクォンモさんの今の対策は高く評価するってトランプさん言ってるんですよね。あのね自分より人気があるものに対してはね <laughs> 強く出ない。ここはやっぱねトランプ流なんですよね。あの人やっぱりねそのそういうところはわかる。<ー>あのテレビの人だから。まあお時間でございますが、うん、まああの今日の産経新聞の正論にも書いてある通り、うん、あのまあ迅速にまあ。うん 霞が関の官僚の方々、相当疲弊しきっているとは思います、うんあの、新しい新年度予算の、またそこで補正予算なんていうのを10日でやっちゃったっていうような、ん、正論でも、吉崎さん、うん、ご苦労さんって形で言ってますけども、うん、えいずれにしましても、そういうご苦労を実らせるためにも、早く迅速に現金とか補証というものを、目に見える形で、メッセージをまず出してもらうってことは、本当に必要だと思うんですが、うん、来週までどんな。 変化がありますかね。<laughs> そうですね。あの土下座と言われるようでは、やっぱ政策は失敗ですね。うんうん、はい。え、火曜日の福みジャパンコメンテーターは総実総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いいね